誰もいないと思った？私はどこでも潜入できるんだ。残念。調査レポートナンバー004、ディアボロスの雫。ディアボロス細胞によって作られた赤き液体。その液体を舐めた者には莫大な力と不老の肉体を得ることができ、ディアボロスの雫には副作用こそないものの、定期摂取の制約、一度に生産できる数の制限が。はあ、結局は事前に分かっていたことの答え合わせ。分かってはいたけどがっかり。しかもこの資料、結構最近のもの。現代の技術力がありながら、この程度、雫は、不完全なものなのに、どうして使い続けている？ああ、意味不明。私だったらこんな状態、許せない。科学への冒涜。こんな気分の時は、特製栄養食、カロリンメイト、決めてやる。はっ、おっと、荒れてるね。ゼータ、何か用？飲み込んでから喋りなよ。追加の資料を持ってきたんだけど、邪魔した？ごく。別に。ドア開けっぱなしだったから、黙って入ってきちゃった。はい、これ。その辺に、置いといて。じゃあ、この書類の山の上でいい？いいよ。それにしても、イータが感情を表に出すなんて珍しいね。原因は、そのレポート？まあ、そんなところ、新しい情報は、あんまりなかった。ガーデンが事前に調べ上げた情報の、答え合わせって感じ。まあ、私たちの調べに間違いがなかったことは、喜ばしいことでもあるんじゃない？それは組織的な目線。私にはどうでもいい。私は科学者。無知は恥。不可能を可能にするためにいる。今日はなんだか情熱的。いつも、と言って。それで問題は、ディアボロスの雫に関しての報告。私なら、もっとうまくやれるのに。察するに、不完全品に対する怒り、ってところかな。まあ、そういうこと。なるほどね。イータの気持ちは、大体理解した。それで、イータはどうしたいの？もしかして、ディアボロスの雫の完全版を作りたいとか？わかんない。不老の薬の完成。それも悪くないけど。まあ、独断でやっていいレベルの物事じゃないよね。また王族の血とか、ディアボロス細胞とかがいるんでしょ？ガンマに頼めばなんとか。三つ星じゃ買えないよ。お金ならなんとか。お金で解決するわけないでしょ。そもそも研究費はガンマの稼いだお金だし、ガーデンのためのもの。え、今舌打ちした？気のせい。まあほら、教団側にも事情があった可能性もある。それこそ予算とか人間関係とか。ナイツ・オブ・ラウンズだって12席もあるんだ。12人の偉い奴らのわがままを同時に叶えつつ、不老薬を作るだなんて
無茶な話。ゼータ、なんか調べてない拠点とかない？調べてない拠点？まあ潜入任務中に見つけた場所はいくつかある。未報告だったりのもね。未報告？情報隠してる？いやいや、その言い方は心外。隠してるわけじゃない。必要に応じて情報を伝えてるだけ。曖昧な情報はかえって組織に混乱を招く。手がかりがあるなら教えてほしい。どうして？不完全品、許せない。それに堕落した科学者たちも許せない。イータ、教団に興味を持つなんて珍しいね。イータが喜ぶような情報はあったかな。そういえば少し遠くの都市に古い研究施設のような場所があった。研究施設？教団の？おそらくね。中に入って軽く調べたんだけど、何かの研究に使われていたことは間違いない。何かの理由で破棄されて今は使われていない様子だった。その少し遠くの都市って？学術都市ラワゴス。学術都市ラワゴス。そこまで教団の息が？これは私の勘でしかないんだけど、今回の聖域の一件からして教団の影響が及んでない場所なんてほとんどない。怪しい場所は怪しんで叱るべきだと思う。それに頭のいい人間が集う場所の近くだなんて怪しまない方が不思議だ。ああ、頭がいいと言っても言いたほどではないよ。当然。じゃあラワガスの研究施設は優先的に調査しよう。アルファ様の方に調査依頼をあげておくから、そのうち招待が編成されて。今回は私が自らが出る。え？ちょっとイータ！我慢無理。ゼータ案内よろしく。場所が分かるのはゼータだけ。分かったから降ろして。少し長旅になるし簡単な支度はしていこうね。逃げないから。施設まだ？もうすぐだから我慢。ここが例の場所。これは爆発が起きた痕跡。前に私が来た時もこの状態だった。なんでこんな状態なのかは私も知らない。可能性としては施設を放棄する時に破壊したのかも。前と様子が変わってないといいんだけど。まあとりあえず中に入ろうか。戦闘は任せた。はいはい。暗いから足元気をつけて。魔力を光源にしてるから平気。そんなに長い通路じゃないからすぐ着く。外壁削れてる。おそらく爆発の影響。吹き飛ばされた資料とかもある。焼け焦げて見れたもんじゃないけど。確かに研究施設。この辺はまだただの通路。もうすぐ出口だ。巨大な扉。驚いた？近くで見たい。
特殊な扉、開きそうにない。前回来た時は分からなかったけど、聖域の報告書を見た後なら少し分かる。この紋章を見るに聖域が関連している場所と見て良さそうだ。それにしてもここ奇妙だと思わない？周辺はめちゃくちゃになっているのに、この巨大な扉だけは無傷のまま。確かに強い防御効果のある魔力、それほどまでに大事なものが。もう少し周りを調べてみようか。ゼータ、ここ見て、装置がある。本当だ、これはアーティファクト？何かに反応する装置みたいだけど。解除するための何かが必要。多分扉を開ける装置。今は扉は開けられないけど、一歩前進ってことか。この辺りはもう調べ尽くしたし、あとは瓦礫の下とかかな。で、イータ聞いてる？この床おかしい。床？踏めば押し込める。怪しいね。罠かもしれないから慎重に。えい。ちょ、そんな警察に。お、何か出てきた。これは隠し扉？もしかすると大扉の解除のヒントはこの中に。多分そう。入ってみよう。ゼータ、手の込んだ仕掛けを見る限り、ここに何かがあるのは間違いない。それにこの雰囲気は報告にあった聖域の仕組みに近い。少しだけ準備してから入ろう。準備？ここは聖域？いや、それは違う。アルファ様たちが調査した聖域は消滅しているはずだし、ここは全く違う場所のはず。ただ内部の仕組みは同じように見えるし、言うなれば聖域の元になった別の聖域って感じかな。なるほど。そういえば、なんで入る前に着替えたの？入り口の様子から別の聖域の可能性は予想していたんだ。イプシロンの調査報告によると、聖域には中心に近づくほど魔力を吸収する仕組みがあったらしい。まるで怒りで書き殴ったように、かなり強調された文章で書かれていたからよく覚えてる。さすがイプシロン。そうだね。多分魔力に頼る我々にとって重要になる情報だって判断したんだろう。イプシロンは気が利くからさ。スライムで生成したものの形が維持できるのはせいぜい1分程度ってところか。遠征用の私服を持っててよかった。スライムスーツに意識がいかない方が私たちも何かあった時に対処しやすい。私は別に裸でも気にしない。それは気にしてよ。それにしてもここはミドガルオートに似ているね。言われてみれば。今よりちょっと古い気がするけど、見たことある場所がちらほらある。これからどこをどう調査すれば。あの辺りとか怪しいんじゃないかな。普通の店にしか見えない。あのお店、ミドガルの建築様式じゃないし、現在の王都では別のお店だった。まあ校舎は時の流れもあるからあんまり当てにならないけど、観察眼には自信があってね。未開拓の地の違和感には敏感なんだ。普段からやってるの？当然、もう癖みたいなもの。へえ。
じゃあここはゼータに任せる。決まり。じゃあ行こうか。また飛ばされた。ここは資料庫？なるほどね。この聖域は知恵のある者だけが先へ進める仕組みになっているんだ。迷路とか知恵比べに近いかな。力任せのバカは永遠に目的地へたどり着けない場所ってわけ。どっかの誰かさんなら犬死にだ。頭脳派の私たちなら余裕。うん、完璧な人選だね。とりあえず怪しい資料がないか調べ。魔物？ここを守る番犬ってことかな。つくづくワンちゃんは私の邪魔をしてくるね。魔力には頼れないからちょっと手こずるかも。イータ、後方支援は任せ。待って、イータ、どこへ？あの資料は届かない。ふぬぬぬうんぬぬぬ。今魔物の排除が先じゃない。戦闘はゼータだけで十分。それじゃ。はあ、もうやるしかない。スライムスーツがない以上普通の攻撃すら致命傷になり得る。攻撃は受けないように注意しないと。防戦一方では分が悪い。ここは地形を利用して対処する。常に1対1になるように戦えば複数相手でも勝機はある。今だ。はあ、よし、素早く次。よし、これで私を追っていた魔物は片付いたかな。あれ、一匹足りないような。助けて。イータ、今行く。イータ、無事。せい、せい。スライムが使えないイーター。弱そう。こいつ、私が弱そうだからって狙ってくる。嫌なやつ。あ、ゼータ、早く助けて。私はさっき見捨てられたんだけど。適材適所。それにゼータが引きつけてくれてる間、めぼしい資料を集めておいた。世の中助け合いだよ。説得力全くないけど、まあいいか。助かった、ありがとう。どういたしまして。それで資料は？ああ、これこれ。お、短時間でこんなにも。すごいね、イータ。一箇所にまとまってた。研究者は熱中するとその場を離れたくなくなる。重要なものは自分の周りに固めがち。それ単にズボラなだけじゃ。効率化と呼んでほしい。はいはい、効率化効率化。ちゃんとした科学者ってのもいるんだろうけど、イータといると印象が偏っちゃうな。とにかくこれ見て。お、どれどれ。これってディアボロスの雫に関する資料？へえ、ちゃんとあったんだ。この資料、日付は1000年前、
資料を見ると雫の概要が載っていた。え、それってつまり。うん、ディアボロスの雫の概要はこの頃からほとんど確立されていた。でもネルソンが作り上げたものは概要そのままで、この頃から全く変わっていない。私の想像以上に使えない奴ら。でもこの製造方法を確立するような人物はいたんだよね。それについて書かれてないかな。この資料には載ってないな。イータの方はどう？学術都市化計画。この資料が怪しい。本当？どんな内容？学術都市ラワガスはもともととある優秀な科学者の別荘の研究室から始まり、拡大していった都市らしい。彼は狂気的なほどに好奇心旺盛な科学者だった。いわゆるマッドサイエンティストだけど、実力は確かで、彼を中心に優秀な科学者が集まり始めた。そして技術が発展し、都市化、それが学術都市ラワガス。その優秀な科学者の名前は？ロード・ラワガス。学術都市ラワガスの初代学園長らしい。なるほど、手がかりが増えたね。もっと詳しく調べてみよう。つまり分かったことをまとめると、ロード・ラワガスは優秀な科学者として知られたマッドサイエンティスト、そして学術都市ラワガスの初代学園長だった。彼は自分の好奇心のためなら何にでも手を出すような人物で、雫の研究にも率先して関わるようになる。彼は自分の好奇心のためなら何にでも手を出した。教団に気に入られ、不老の研究に見入られたことにより、禁忌の道に足を踏み入れてしまった。彼は最終的に昔のナイツ・オブ・ラウンズの第11席で、ネルソンの席、強欲の前任者にあたる。それだけ教団にも気に入られていたということだろう。そしてここ別の聖域は、いわばラワガスの隠れ家。昔の小さな研究室では抱えきれなくなって拡張した別次元の別荘ってところかな。表向きは天才科学者であり学園長、裏では教団の研究に手を貸していたイカれた科学者というわけだ。ただなぜディアボロスの雫を完成させなかったのかは謎。これほどの実力があるならもっと早くできたはず。ある時期からの資料が全くない。おそらくラワガスに何かがあった。でもここにある資料でわかるのはここまで。あくまで推測でしかない。大扉の解除キーもまだわからない。そうだね、ここは十分調べたし、他の場所も調べてみることにしよう。賛成。一本道、行き止まり？いや違う、あの壁の隙間から風の流れを感じる。ゼータどう？うん、やっぱり狭い隙間だけど中に入れるよ。頭に気をつけて。分かった。いて。気をつけてって言った先から。道が二つ、どっちが正解？まだわからないけど、今度は壁に絵が飾ってある。どれどれ。
赤い猫の絵と青い犬の絵。絵には同じ文字が彫ってある。強き者の道を進め、だって。ヒント？おそらくね。つまり赤い猫と青い犬のどっちが強いかって話だろ。変な問題。答えは決まってる。決まってるの？もちろん猫だよ。さあ猫の道を進もう。本当？もう少し考えなくていい？最初この場所は知恵のあるものだけが先へ進める仕組みとかどうとか言ってなかった？大丈夫大丈夫。猫が犬ごときに負けないっていうのは世界の共通認識だから。それはゼータが許せないだけなんじゃ。いやいや本当だって。私の調べでは人間の二人に一人は猫が好きらしいし、直接戦ったら猫が必ず勝つって論文もあるんだ。じー万が一、いや100万が一、ありえないとは思うけど、間違っていたとしたらその時は引き返せばいいだけだよ。じー分かった。正直に言う、どんな問題であれ犬が当たりで猫が外れなのは許せない。そんなの制作者の悪意でしかないよ。さあ行こう。まあ私なりの答えは出てるけど、ゼータがそこまで言うなら付き合ってやってもいい。結構歩いたけど何もない。体感5分ぐらい歩いたと思うけど何もないね。道は続いてるし、もっと先かもしれ。あれ。いた！くそ、罠か。私がこっちの道へ行こうって判断したから。イータ！聞こえてるなら返事を。聞こえてるよ。イータ、大丈夫？なんとかぶら下がってる。ぶら下がってる？ブラーン、早く助けに来て。腕死ぬ。スライムも不安定。スライムで生成したスパナを壁に刺したのか。よかった。安心してる場合じゃない。今助ける。死ぬかと思った。ごめん、さっきは冷静じゃなかった。イータの命がかかって冷静になれたよ。大丈夫。デリケートな問題なのは理解した。私なりの答えは出てるって言っていたし、イータの答えを聞きたい。この問いに何が書いてあるかは関係ない。重要なのは色と推測。色？まずこの状況、暗い洞窟だからこそ色が識別しづらいようになっている。なるほど。推測でしかないけど、赤は警告色として使用されることが多く、青や緑は逆に安全色として使用される。マスターも赤は止まれ青は進めとかなんとか言ってた。うん、結局私の答えもあくまで仮説でしかない。でも
私は科学者。環境や経験、知識、あらゆる可能性から導いた結論を出すべき。それでダメなら本望。この経験を糧に次に生かすだけ。イータ。何？その顔は。いや、イータのこと全然知らなかったなと思って。一緒に任務をすることもほとんどないし、人柄を少し知れた気がして新鮮。思ってた以上に論理的、時々狂気的だけど、それも合理的な考えの結果なんだろうね。ん？今失礼なこと言った？気のせいだよ。この問いはイータの仮説を信じよう。まあもう逆の道で失敗してるから大丈夫だと思うけど。じゃ、犬の道で。また分かれ道だ。それに絵画もあるし、つまり正解ってことかな。今度は何の絵？これはトロッコ問題。このままトロッコが進めば死者が5人、でも線路を切り替えれば死者は1人で済む。一人を犠牲に多くの人を救うべきか、命の選択を迫る問題だね。簡単には答えを出せない問題に見えるけど、イータはどう見る？私の答えは一目見た時に出てるけど、ゼータの考えも聞いておきたい。私の？そうだな、本来は直進した先の5人が死ぬ方が必然の未来で、1人は本来助かるから、何もせず必然に委ねるかな。今回は直感的に答えてみたけど、どう？悪くない。考えは人それぞれ、否定はしない。で、イータの答えは？私なら数じゃなくて人の質を考慮する。例えばここに私がいたら、自分がいる方を助けるべきだと考える。私の知識や才能は世界の財産だと思っている。時に私の命の代わりに無益な誰かが犠牲になるのは当然のこと。質か。今回は作り手のことも意識している。ラワガスは少し私に似ているから。ふん、それが優秀な科学者様から見る世界ってわけね。命の価値は等しくないってこと。優れた知識や才能は世界の財産だから、私は仮にもし私とマスターの命が天秤にかかることがあれば、私は迷わずに自分の命を切り捨てるべきだと思っているよ。こういう考え軽蔑する？いや、しない。今の言葉を聞いて、もしその時が来たら私も同じ判断をすると思えたよ。イータ、気が合うね。私の部下に欲しいくらいだ。どう？めんどくさい。釣れないね。それはさておき、どっちに進むかを。何この光！ここは資料室。前回の場所とは少し違う気がする。私たちの意志が定位の答えだったのかも。なるほどね。定位の条件はラワガスと同じ意志、
優れたものの至る考え方だったってわけか。仮説だけどね。さて、資料資料。はあ、相変わらずだね。魔物とかに気をつけてって聞こえてないか。じゃ、私も調査開始。この資料庫かなり厳選されている。調べる過程で使用した参考資料ではなく、ラワガスの出した結論やたどり着いた真実を元にした内容ばかりだ。全部持ち帰りたいところだけど、この空間の外に持ち出すのは難しそうだ。多分一緒に転移は。ゼータ。うわ、びっくりした。後ろから声かけないでよ。ここの資料なんか変。変って？ここにあるのは厳選された資料。ああ、それには私も気づいた。そしてディアボロスの雫や王族の血に関する資料の割合が減っている。やっぱり興味をなくしたのか。失踪と何か関係が。奥には魔力の根源や魔物の出所とかだった。興味が移り変わったみたい。一体何が。あとこれ見つけた。これは日記？中身は確認した？いや、我慢した。罠かもしれないし。へえ、偉いじゃん。最初とは大違いだ。学習しないバカじゃない。ゼータ読み上げて。もしかしてそれが本音？まあいいけど。何知恵のあるものよ。この日記を目にしているということは、そなたは賢く優れた人物であることだろう。誰かに見られることを想定した文章？奇妙な内容だね。続けるよ。この部屋の資料を見て気がつくかもしれないが、私はもうディアボロスの雫には興味はない。正確には雫以上の大いなる存在、そしてより根源的な研究を優先すべきだと判断した。私の好奇心はもっと先にあるのだ。知恵のあるものよ。そなたならば大扉の先にあるものを見て何かを感じ取れると信じている。解除キーは。私は真実の探求者。無限の知識を追い求めるものなり。あ、これは解除キー。嫌な予感がするね。ディアボロスの雫以上の興味、一体何なんだ。日記の文面で気になるところは。ああ、そうだね。そういえば最近教団からの指示が多くなってきた。雫の研究を止めていることに不満が募っているようだ。このままいけば質のいい雫を作ることはたやすい。だが基礎理論は完成したのだ。結果の見えている研究ほどつまらないものはない。苦労の力は確かに魅力的だ。だが答えの見えている研究を続けることは科学者の私にとって何の意味もなさない。あとは残された科学者たちがうまくやるはずだ。ただ間違いなく担当者は剥げ上がるだろうね。はっはっはっは。だってさ、やっぱり科学者って変なやつが多いのか。後任はネルソンってやつだったっけ。ハゲオヤジだったって聞いてるけど。預言者。まあそんなことはどうでもいいか。ラワガスの清見を引いていた何かって一体。わからない。でも答えは
大扉の向こうにある。確認しに行こう。解除キーは手に入れたんだし。戻ってこれた。入り口から元の場所に帰れる仕組みでよかった。早速大扉に解除キーを入力したいってところだけど。どうかした？これまでの情報をもとにこの場所について結論を出したい。今までの情報を聞いた上でこの場所を見ると何が起こったのかが分かる気がする。聞かせて。この爆発はラワガス失踪後残された教団員が起こしたものじゃないかと思う。なるほど。ラワガスはとっくの昔に教団の元を離れて失踪した。ディアボロスの雫の完成に血眼になっていた教団はすぐにでも残りの科学者に作らせるはずだ。でもディアボロスの雫の完成はちょっと優秀な科学者程度じゃうまくいかない代物。家庭で千年もあったんだ。何が起きても不思議じゃない。大方引き継いだこの場所で研究をして大爆発、学術都市で騒ぎになる前にこの場所を破棄、そしてラワガスの残した開けられない大扉だけが残った。どうかな。教団は間抜け。それは同意ってことでいいんだよね。うん。まあラワガスが失踪したって根拠がないからあくまで推測なんだけどね。離れようとして捕らえられた可能性もあるし。失踪は本当だと思う。どうしてそう思う？ラワガスは私に似てる。考えていることわかる。ラワガスにとっての教団と私にとってのシャドーガーデンは同じ。安全に研究するための都合のいい拠点で無限の資金と自由な研究ができる場所。帰属意識はない。へえ、イータはそこまで線引きしてるんだ。私の行動原理は未知への好奇心。目の前に自分を魅了する何かが現れれば私だって飛びつく。でも私にはマスターがいる。私はいわばマスターの英知に見入られたもの。マスターの英知があるからここにいる。恩返しでもガーデンへの愛着でもない。これは私の探求心だから。私はラワガスの行動に確信がある。これは私自身の肯定による証明。やっぱり優秀な科学者様の考えることは意味不明だけど、私はイータを信じるよ。証明完了。さて、解除キーは。私は真実の探求者。無限の知識を追い求めるものなり。本当に開いた。あれだけ苦労したんだから開いて当然さ。さあ気をつけて中に。今のは何？幻覚？私も感じた。威圧感みたいな。今ならまだ引き返せるかも。なんて。いや、行こう。ここまで
来たんだし。何これ、竜生きてるのか。黒木竜、ディアボロスの雫を調べるだけだったのに、見つけたのがこれって悪い夢だな。こいつは魔物なのか。いや、竜ってことはただの魔物ではない。ダメだ、頭が回らない。すごい、イーダ気をつけて。ラワガス、とんでもないものを隠してたね。これは、この想定、日記と同じ。私はついに見つけた。私の仮説は正しかった。別次元の世界への人工的な干渉に成功した。別次元の世界、人工的な干渉、何の話なんだ。その世界に流れる魔力量から推測すると、そこまで上位の世界ではないだろう。ただし、これが革命への第一歩であることは間違いない。いくつものその世界が存在する可能性と、その世界の王たちの存在こそが重要なのだ。時が経ち、その世界の王の捕獲に成功した。私以外の関係者は全員犠牲になったが、そんなことはどうでもいい。そうだ、この世界の王は知恵ある者への手土産として用意しよう。いつか私に並び立つ者が現れることを信じて。私は魔力の流れる別次元の世界を魔界とし、黒き竜のいたこの地を第十二魔界と名付ける。そしてその世界の王の名はニーズ・ヘック。あ、イータ、何か、黒き竜の目が開いて。イータ、何かした？何も。調べようと思って近くにあったボタンをいろいろ押してただけ。そのせいだね。そんなことより、そんなことって、動くよ。こっち来る。とりあえず距離を取ろう。こっちだ。食い止めないと。やっぱりダメか。イータ、危ない。平気、スライムでなんとか受け流せる。地面がえぐれてる。食らったらひとたまりもない。でもやるしかない。そうだね、来るよ。魔力持たない。目覚めたばっかりだってのにこんなに強いなんて。まずい、このままじゃ外で暴れてしまう。翼が不完全だったから多分飛べはしないけど、近くのラバガスでは騒ぎになる。眠りから覚めたばかりの今ならまだ全力は出せないはずだ。行こう。うん、よかった、まだ遠くへ行っていない。絶対に食い止める。
後ろに下がって援護に回って。でもゼータももう限界。イータよりはまだ動ける。だから気にしない。何あれ、ブレス、そんなの聞いてない。ここまでか。今の剣戦まさか。我が名はシャドウ、影に潜む影を狩る者。黒き竜よ、貴様は何を望んでいる。これは意外な遭遇イベント。聖域から出てきた時は入った時の森に出てきたと思っていたけど、実際には知らない島の森の中だった。強制ぶっ飛びでイベント終了とか勘弁してよと思っていたけど、まさかの特典付き。帰り道にドラゴンに出会えるなんて。それも今回の竜は絵に描いたような黒き竜。何よりずんぐりむっくりギョロ目じゃない。やっぱり異世界の竜はこうでなくちゃ。今回の竜は喋んないんだ、残念。マスター、本物？主、どうしてここに。え、ゼータとイータ、どうしてこんなところに。帰り道に偶然。いや、ここは影の実力者らしく、それっぽい雰囲気を出すとしよう。黒き竜が現れるのは分かっていた。そんな、ニーズヘッグの存在も私たちの行動すらも見抜かれていた。さすがマスター。一応聞くが、倒してしまっていいんだな。うん、お願いマスター。行くぞ。ニーズヘッグは消滅した。研究施設も一緒に。こんなに簡単に倒すなんて。ちょっとやりすぎたかな。相手はドラゴンだし耐えられると思ったんだけど。アルシー。ああ、ゼータとイータ、あれ大丈夫だった？獲物を横取りしちゃったりしてない？ いえ、私たちの手に負えなかった。主、ごめん、余計な手間をかけさせた。情けない。いや、むしろ美味しい思いをさせてもらったよ。二人も無事でよかった。主、それにしても貴重な実験材料、残念。もう一度現れないかな。本気で言ってる？うん、冗談。わざとらしい。そういえば二人って隠れて冒険するぐらい仲が良かったんだね。知らなかったよ。いや、全然。息ぴったりだけど。まあ、主のことを一番に思ってるところは一生かな。そう、マスターの脳みそが欲しい。私はそうは言ってない。息ぴったりだね、いいことだ。あと、そうだ、あれだけ派手にやったんだし、この辺は観光地も近いから人が来るかもしれない。早くここから立ち去ろう。ああ、それならこっちの道がいいと思う。この先は崖になってて、それからゼータ、抜け目ない。ん？これはラワガスの日記の断片。真実の探求者よ、ご満足いただけただろうか。
私の飽くなき探求心を満たすにはこの世界はあまりにも狭いのだ。わかるだろう？でも外の世界なら、あるいはロード・ラワガス。イーター、置いてくよ。今行く。待って、何やってたの？置いていくところだったよ。ぼーっとしてた。相変わらずマイペースだね。それより帰ったらガーデンに報告しないと。魔界とか魔界の王とか、あの竜のこと？なるほど、そういう設定か。確かに魔力の質も霧の竜とは違ってる感じだったし。設定？ちょっと違うタイプのドラゴンをその黒い身なりから連想して魔界の王と呼ぶ。うん、悪くない立て付けだ。考え事？いや、なんでもない。それよりなるべく早く帰りたいんだけど、スピード上げてもついてこれる？そろそろ武神祭が始まる時期でさ、乗り遅れたくないんだ、このビッグウェーブに。大丈夫大丈夫。頑張る。